ヤマハパッソルヤマハパッソルは、ヤマハ発動機が販売していたスクーターである。1977年3月発売。現在はすでに生産を終了している。2002年に発売された電動スクーターでも、同じ名称が使用された。1976年に、ホンダ技研工業が、ロードパールを発売。 その対抗車種が、この、パッソルである。部品のユニット化、プラスティック素材の多様による、製造工程の簡略化は、車重とコストの軽減にも大きく貢献するメカニズムや、スタイルである。動力性能は低かったが問題とはされず、女性がスカートを履いても乗れるというコンセプトの下、より親しみやすさに重点を置いた、商品設計がなされており、 平滑なステップ面を儲け足を揃えて乗れる、スルーステップを実現した。テレビコマーシャルには、庶民的なイメージを持つやちぐさ香るを起用、優しいから好きですというキャッチフレーズが、主婦などにも広がりヒット商品となった。1978年には、上級者種として、パッソーラが、1981年には、パセッタが発売された。 1982年10月、コンセプトはそのままにパッソル2が発売された。この頃には、スクーターのラインナップが充実しており、最も安価なボトムライン的な車種として設定される、こととなった。機械式二足オートマチックを採用し、パッソルより、動力性能向上を図ったが、高出力エンジンや、V ベルト式無断変速機などを採用した、高性能スクーターに押され、 上級車種と統合され消滅した。パッソル L2002 年11月より発売を開始した電動スクーターにパッソルの名を用いたが使用していたリチウムイオンバッテリーのリコール問題から2007年9月に発売が中止された。ありがとうございます。